今回は C s h o c k、er、SDK の使い方を説明します。まず、Xingjing ソフトウェアを開きます。ボタンをクリックし、データキャスティングペインを開きます。ここにあるプルダウンで、内視アドレスを選択します。10.1と1198を選択します。SDK を有効にするをオンにします。圧処理モードにして、データをロードす。カメラを接続すれば、ライブモードで再生することもできます。 C er、SDK ファイルを開きますここに SDK のマニュアルが入っています。マニュアルには SDK の詳しい説明が記載されています。ビンファイルとサンプルファイルがありますので、ビンフォルダをダブルクリックします。64bit と 86bit のファイルがあります。64bit ファイルを選択します。samples.exe ファイルをダブルクリックします。ここに IP アドレスを入力します。 この IP ・アドレスは Singing ソフトウェアのネットワークカードのアドレスに対応しています。Enter をクリックすると、情報の説明が表示されます。マーカーセットの名前、マーカーの ID と名前、RigidBody の名前、データの取得方法、コールバック関数、ActiveReading メソッド。ここでは1を選択し、MotionCapture データを取得します。このように MotionCapture データを取得します。 シンギンソフトウェアを一時停止してこのデータを見てみましょう各フレームのモーションキャプチャーデータはここから始まります対応するフレーム番号とタイムスタンプフレームに含まれるマーカーセットの数マーカーセット ID と含まれるマーカー,セットマー,カーポイント i d x y z の位置座標 リジ o ボディ s の数とそれに対応する xyz1 座標。qxqyqzq Q Q のコータニオン情報とそれに対応する ID。リジ d ボディ y に含まれるマーカーポイントの数。マーカーポイントの ID と xyz 座標。スケルトンの数。ロードしていないのでここではゼロです。 名前のないマーポイントの数、対応する無名のマーカーポイントの ID および XYZ1 座標。アナログチャンネル数。